どうもクロスロードラボです。本日はですね、青のディスカバリーキットを紹介したいと思います。はい、このね、青のディスカバリーキット何かというと、ちょっと開封してみましょう。今日届いたばっかりです。今日は12月の3日です。はい、なのでちょっと早めにね、紹介したいなと思ったんですが、少し遅れて動画がアップされると思います。何が入っているんでしょうか。まず青が入ってます。はい、あ、ちゃんとポイントもついてる。サントリーマイレージシールね、15ポイントなんだ。して次にね、あ、すごい、ちゃんと東洋佐々木ガラスの、グラスが入ってます。はい、テイスティンググラスですね。しかもね、なんか線がついてる。ちゃんと容量が分かるようになってるんですね、これ。あんまり綺麗ではないですけど、まあもちろん洗います。はい、これがね、6個、この線は、まあテイスティングキットだからあれですけど、いらなかったかなとは正直思いますね。はい、まあ、こちら。そしてマット、お、なんか入ってる、青テイスティングマット、こういうマットがあるんですよ。ここに、グラスを置くわけですね、青と。すごいな。本品は青ディスカバリーキットのテイスティングに使用するマットです。平らで安定した場所に置いてください。はい、材質上匂いが残っている場合があります。使用上の注意だけでした。そしてこれですね、重以上かな、以上です。これが、今回のメイン。開けてみましょう。じゃん、あれ、じゃん、おー、かっこいい。こんな感じになってます。これがね、青の原種なんですよ。まあ、原種シリーズと言ってもいいんですが、これちょっと変わってるところがあってですね、まあ、ちょっと並べてみましょう。5、そしてここの上にね、まず並べる、ちょっと逆巻きにしよう。これはね、ちょっと楽しいですね。はい、まずここにね、青を置きますね。このフルボトルの青を置いて、ちょっと向こうに向かって置きます。そしてこう位置から順番に置いていくんですが、ちょっとね、もうちょっとちゃんと逆に巻いとけばよかったかな。こんな感じ。はい、そしてグラスを置いていくんですね。1、2、3、4、5、6というふうにね。めちゃめちゃなんかこうかっこいいですね。まあ、グラスがちょっと汚いっていうのがあれですけど、はい、これがセット内容です。これでね、価格の方は Amazon で 22,880 円、まあ結構いい値段しますけど、実はですね、このセットプラスアルファもう一つ特典がついてくるんですね。それはですね、この青を手掛けたサントリーの5代目チーフブレンダーの福吉真嗣さんのオンラインセミナーがついてくるということで、これを準備してオンラインセミナーを受けるというね、めちゃめちゃ豪華な特典がついてきます。もちろんあのオンラインセミナーは無料ですね。特典でこれについてくるのでね、でこれを買った人しか受けれないんですが、オンラインセミナーはですね、12月11日、もうすぐです。そして買っただけでは受けれなくてですね、購入者事前申し込みが必要になってきます。はい、この青のディスカバリーキットの、サイトであらかじめね、申し込みをしとかないといけないんですね。で、時間はですね、19時から20時までの1時間。もちろんですね、僕もその、セミナーを受けたいと思いますので、セミナーを受けてからもう一回、まあそのまま話すのもちょっと良くないと思いますので、また動画の中でね、この現象を飲みながら
自分なりの感想を動画にしようと思っています。でこの青はですね、サントリーが保有する世界の5カ国の蒸留所の原酒を使ったワールドブレンデッドウイスキーということになっているんですが、一見この5種類ね並んでるので、この青のキーモルトかなと思いきやですね、この青をベースにこちらはですねスコッチウイスキーを除いたもので、こちらはですね、アイリッシュウイスキーを除いたもので、これが、アメリカンウイスキーを除いたもので、これがカナディアンウイスキーを除いたもの、そしてこれがジャパニーズウイスキーを除いたものということで、この青マイナス1という感じになってるんですね、どれも。なのでどの原酒がどういう役割をしているのかっていうのが意外と分かりやすいと思うんですね。まずこのフルボトルを飲んで、そして、飲み比べていくっていう感じだと思うんですね。かなりね面白い試みだなと思いました。単純にこの間出た山崎の2020エディションみたく、これに使われている、キーモルトが5種類ありますよっていう感じではないんですよね。でこれが1本がですね190ミリ、アルコール度数が 43%、まあ、アルコール度数は全部違うのかなと思いきや全部一緒でしたね。 43% だからこれだけのセットで、セミナーもついて 22,880円っていうのはね、まあまあ妥当なんじゃないかなと思いました。でまずはね、Amazon では購入できますね。僕は Amazon で買いました。他はね楽天だったりとか、あとは Yahoo とかでオンラインショップで買えるようです。はい、ちゃんとここにね Without Scotch とか書いてますね。でどこの原酒が使われてるかっていうのと、あと後ろに説明が書いてます。実験感があってすごいいいですよね。で一本一本ちゃんとね味の特徴も書いてあって、香り味4人が書いてあってね。でこれはですね、スコッチウイスキーが抜かれたバージョンなんですけど、スコッチウイスキーはアードモア蒸留所とグレンギリー蒸留所のモルト原酒がマイナス1なんで除かれてる状態ですね。でこれはクーリー蒸留所のアイリッシュウイスキーが除かれた状態、そしてこれは、ジムビーム蒸留所の、ストレートバーボンが除かれた状態ね。でアルバータ蒸留所ですね、こちらはグレンウイスキーが除かれた状態、そして山崎蒸留所のスパニッシュオークダル原酒と、あとは白州のライトリーピーテッドモルトが抜かれた状態という感じになっています。だから人によってはね、これだけで、山崎と白州のブレンデッドモルトなのかっていう感じに勘違いしちゃうかもしれませんが、これはあくまで抜かれた状態ですね。はい、その2種類のモルトが抜かれた状態という感じになっています。はい、なるべくね届いて早くアップしたいので、これはですね急いで動画を作ってアップしたいと思います。今ね見てる方急いで、欲しい方はですね注文してください。僕はねまだ開けないで、この先オンラインセミナーで飲んでですね、その後作る動画の中でもう一回こう飲みたいと思います。はい、それでもちろんですね、購入されなかった方のために、1,2,3,4,5,6 本セットを1名の方にプレゼントしたいと思います。 15mm、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 30mm を、はい、セットにして1名にプレゼントしたいと思いますので、ぜひセミナーを受けた後の動画も見てみてください。チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。